はいどうも、古賀です、今回はですね、ついさっきゼロックスーパーカップが終わって、その試合の解説とかはもう去年やってみて、できないってことができないっていうことが痛いほど分かったので、普通に感想的な感じで話していきたいと思います。はい。で、結果はね、まずは3対2で勝って、まず今シーズン初勝利&初タイトル、はい、手にしたわけですけど、やっぱ一筋縄にはいかなかったですね。最初めっちゃ攻められたっていうか、まずスタメン予想の動画出しましたけど、しっかりとほぼ外れと、いうことで、大きいところだと大島選手が、どうやら肉離れで、離脱らしいので、ちょっとどんぐらいかかるか分かんないですけど、早めに帰ってきてほしいなと思いましたし、ガンバの方も宇佐美選手がいなかったので、そこら辺がやっぱり大きかったかなと、両チームにとっては。で、試合ですけど、やっぱ森田選手が抜けたところに清水選手が入ったことで、当然ね、公式戦初戦だったんで、やっぱ川崎もそこまでまだビルドアップが、完璧じゃなくて、そこにつけ入る隙があった感じで、おそらくコンディションもあるんですけど、ガンマの方がもう、前からねガンガンプレスかけてきて、全然ビルドアップできずに、ダミアに蹴ってなんとかしてっていう感じの展開になってたんですけど、前半の途中から割と両サイドの裏を取るようになってきていて、でそこに家長だとか三笘だとか田中碧だとかが入っていって、相手を押し下げるような動きが出てきて、そこにボールが入ることによってだいぶ押し下げられて、でそこからやっぱ田中碧選手が抜けたし、左サイド抜け出したところにうまく起点を作って、でそこで三笘選手が追い越して得点と、それ先制できたことがやっぱでかかったかなと普通に考えて、で2点目もやっぱ左サイドから大きな、クロスから、越えてって逆サイドまで行って、右サイドバックの山根選手がシュート打って、シュートクロス、どっちか分かんないですけど、真ん中の方に行って、で三笘が押し込むっていう形だったんですけど、やっぱどっちしろやっぱり左サイドが起点に、今年も作られるかもしれないなと、作られる可能性高いなと、当然三笘選手がストロングで、で旗手選手もね、やっぱ去年の決勝とか天皇杯の時よりもうまく左サイドバックプレーできていたので、車谷選手は相当悔しいと思いますけど、悪くないなっていう感じは持ちました。で後半ですよね、やっぱり皆さん気になるのは、後半がやっぱりなんだろうねって感じ。前から行くのは継続してたし、ガンバがね、ある意味受けちゃった部分もあるのかなっていうのは正直ちょっとあって、結構ポンポンって2点取られ、すぐ取られちゃったんですよね。ただその後にガンバ当然ね、傘にかかって攻めようとして、レアンドル・ペレイラとチャーゴ・アウベスかを入れてきて、で前線もうほぼほんなんかね、実況とか解説の方は442っていう感じっ
って言ってたんですけど、やっぱどうしてもね、外国人、ハトリック含めてね、外国人のフォワードタイプの選手が3人残ることが多くて、で 4-4-2 にしたことによって、なんか中盤がかなりで空いちゃう部分があって、やっぱそれまではアンカーと2枚で、この2枚でね、やっぱ川崎のストロングであるアンカーのシミッチを抑えてたんですけど、やっぱそこにフィルターがあんまかからなくなってきて、で結局ね、そのシステム変更によって川崎はまた落ち着いてボールが回せるようになって、あそこがやっぱ勝負の分かれ目だったのかなっていうのは正直あります。当然ね、ガンバのあの外国人3枚怖いんですけど、守備においてはそこまで、ハードワークしない、プラスやっぱガンバのパスワークがちょっとなくなったんで、そういう意味では、あの交代が一つの試合の分岐点だったのかなっていうのは感じました。ね、そうですね、まあ、後半立て続けに結構メンバー変えて、インサイドハーフの、脇坂と、まあ、アンカー入ったシミッチを変えて、新加入の塚川と橘田を入れて、やっぱここで最初やっぱガンバの、ね、プレスが相当強かったんでね、その入った時 2-1 の段階確か入ったと思うんですけど、違ったかな、多分 2-1 の段階で入ったと思うんですけど、結構プレスがその時は強くて、やっぱ新加入選手なんで、うまくそこのコントロールがまだね落ち着かなかった部分で、結構ボールが回らず、でガンバもスペース中盤に全然ね川崎に持たせなかったんでね、まあ、そういう意味ではかなり手こずってましたけど、ガンバのシステム変更によってだいぶ中盤が空いたので、そこからはやっぱ落ち着いてボール持てるようになってましたし、まあ、あとは最初田中碧がアンカーに入ってたけど、塚川をアンカーにしたことによって田中碧が自由に動けるようになったんでね、まあ、そこも大きかった采配かなと思います。はい、でまあ最後はね、また東野と小林優、入れた効果が最後の最後に来て、やっぱ東野選手結構動き回れるし、で結構小回りも効くんで、やっぱいい選手だなっていうのを改めて感じました。やっぱ最後の得点のシーンを見ても、まあ、小林優選手にパスも出せたし、であそこでしっかりとターンができる、しっかりとワンタッチでターンして小林優にスルーパス出せるっていうのは、やっぱ川崎にとってはかなり必要な、プレーの要素なんで、それができることを示せたのはすごく戦力になるなっていうのは感じました。まあね、これで、まあ、かなり苦しみましたけど、勝っていい新シーズンを迎えることができたので、まあ、ここからはね、まあ、リーグが金曜日の26日に開幕しますけど、すごく楽しみなシーズンになります。はい、まあね、まあ、今年僕が注目してる車屋選手と知念選手は、まあ、車屋選手最後ちょっとだけ出ましたけど、なんとか頑張っていただきたいなと思います。はい、ということで、まあ、試合終わってすぐ撮りましたけど、またね今年も、まあ、そんなしっかりと解説するって感じじゃなくて、試合を振り返って感想を言うぐらいの軽い感じで話したいと思いますんで、まあ、今回はね以上になりますけど、また次の試合も、まあ、次開幕戦なんで、はい、楽しみに待ちたいと思います。はい、では今回は以上です。ありがとうございました。